いかがお過ごしでしょうか。小島でございます。さて、今日はですね、もう何も考えずにいきなりカメラを回しましてですね、もう雑談をね、本気でしてやろうかと思いましてね、今日は本気で雑談をします。よでね、そうね、最近はですね、何でしょうね、日焼けを、しましてね、はい、まあ当然するんですけどね、こんな暑ければ。まあね、あの仕事で日中ね、外にいるんですよ。まあね、炎天下なんかね、外にいるんでですね、日焼けをやっぱりしました。はい、ね、そうね、ちょっと分かりづらいのかな、ここちょっと光ちょっと変えます。よいしょ、おい、ほらね、腕焼けてるでしょ。でここがね、ここですね、境目。はいね、ここだけの色の違いがあるんですよね。ほらね、焼けましたよ、さすがに。でもね、やっぱ例年と比べるとね、全くこんなもんじゃない、例年比べたらね。まあ例年だったらですね、まあ下ね、ハーフパンツっていうのかな、まあ膝の丈ぐらいのね、ズボンを履いてですね、その膝下、まあ、ふくらはぎあたりから、くるぶしあたりぐらいかなまでね、さらされてるわけですから、そこがねもうすごい日に焼けてですね、なんか黒いタイツを、黒いっつうかね、まあ、茶色いタイツを履いてるようなね感じになるんですよ。はい、でもね、今年はそういうこともなくですね、まあ焼けたのは腕、あと顔ですかね。顔もね、まあ帽子をかぶるんでね、どうなのかなと思ってね、こことかさ、ここから上とか焼けないのかなと思ってるんですけど、まあ焼けてますね。でね、まあ幸いなことにね、マスク跡はないですよね。はい、まあね、一応周りにね人いない時はですね、もうすぐねこうマスク外してですね、してますんでね、マスク跡は残ってないですね。よかった、これは本当に。でもね、マスクこう外してるじゃないですか。でマスクここにあるでしょ。だからね、ここね、首がね、どうなんでしょうね、まあ焼けないんじゃないかなと思ってね、こう首はもうここですね。あ、ここですね。ね、首はもうここを境にしてですね、はい、焼けないんですよね。この首がなんか若干色がね、ここ焼けてないような気がしますね。はい、まあね、今年はなんか特別な焼き方をしてますよ、本当に。はい、そうそう、言っておきたかったことがあるんですけどもとですね、羊屋チャンネルのね、まあだいぶ前ですよ、まあ初期の方ですよ、初期って言うんですよ、まあ今も初期になるんだろうけど、まあ初めの方ですよね、あの収益化云々の話をしましたけども、その時にね、まあ弾き語りの部分がね、どうしてもまあアーティストのね歌を歌ってるんで、著作権の侵害っていうんですかね、まあ申し立てがねされちゃうんですけども、ですね、アーティストのね、歌をまあカバーしているんですけども、ですね、申し立てがですね立たない、回が、いくつかありましてですね、ちょっとパソコンで、でね、最初のね、その異変なのかな、に気づいたのがですね、まあ著作権の、侵害のですね、申し立てられなかった、動画はですね、悪魔の焼肉サンドのやつ、そこでですね、ブルーハーツのチャンスを歌ったんですね。
それがね、申し立てられなかったんですよ。はい。ね、それが最初ですね。でそこからですね、あとはこれハイローズの夏なんだなとかね、あのチャンネルアートの時ですね。であとはね、その後の好きなものを発表するっていう回の福山雅治の虹とかですね。まあこれはわかるんですよ。あの結構アレンジをしてるんで、あの原曲じゃなくてね、ライブバージョンでアレンジされてるものをさらにアレンジしてるんでうん、これはねなんとなくわかるんですけども、で夏なんだなとかね、チャンスなんていうのはほぼほぼね原曲なんですよね。あとはね、ルージュの伝言とかね、そこら辺もなんだ下手だからかにしてもね、そうやったら他のものもね、申し立てないでくれよって思うんですけども。で直近で言いますとですね、奥田民生のザ・スタンダードですね。あとね、加山雄三とかもそうですね。追憶のマーメイドね、ザ・イエローモンキーのね、追憶のマーメイドなんかも、ダメでしたね。まあダメというかいいんですけど、こちらとしてはいいんですけども、はい、まあそういうこともありますとね。まあ要はね、アレンジなのかな、わかんないんだけど、まああれでしょ、ないんですね、あの判断してるかわかんないですけど、おそらく AI でね、判断してると思いますけどもね。まあ AI もそんなね、大したもんじゃないということですよねはい。ね、まあ、これでね、まあ、アレンジをね、もう原曲をとどめないようなあのアレンジをすればね、あの申し立てられることもないということはね、まあ分かりましたよね。でもさ、逆にね、オリジナル歌ってんのにさ、申し立てられちゃったらどうしようかね何か似てるのがあるんだろうね、原曲ね、あるんでしょうね、なんか、そういうこともありますよ。はい。あの弾き語りをですね、まあ本編から抜粋してね、再編集して、その弾き語りの部分だけをですね、まあ再アップしてるわけですけども、それのですね、今までは、順番通りにですね、やってたんですね。動画を上げた順番通りに、その弾き語りもね、上げてたんですけども、でもね、それをやるとね、今歌ってる夏の、まあ、歌たちがですね、まあ、9月の終わりとか10月頃になっちゃうんですよね。やっぱ夏のね歌は夏に聞きたいじゃないですか、って思ってですね、もう順番をですね無視しまして、まあその時期とかね、まあその時にあったね、歌をねどんどん載せていこうかなと思っております。なのでね、新規で、上げた動画で歌った曲がですね、もうその翌日に上がってるとかですね、まあそういうこともあるかもしれませんね。はい。まあそんな感じで、ちょっとした、変化があります。はい。結局なんか雑談になってないんだよな違うんだよな。雑談ってさ、もっとさ、中身のないものなんだよな。ということで、今回はね、まあ、尺もいい感じだと思いますので、ここら辺でね、終わりたいと思います。それでは、本日ね、閉店ガラガラという、お歌のコーナーです。はい、今回はですね、初めてですね、
リクエストをいただきました。それでですね、まあね、久しぶりに、会った人にですね、まあ羊屋チャンネル見てくれてなかったんですけど、まあ噂でなんか聞いてたらしくてですね、でまあ歌もやってるんですねなんてね言われて、じゃあですね、名田早々歌ってくださいよと言われましてですねそのリクエストを、ちょっとね答えてみようかと思います。あの難しいんだこの曲僕ね、あんまアルペジオとか好きじゃないんですよね。プロローンと弾くやつね、もうジャカ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 ね弾いてたい人なんですけども、ですね、まあ良かったですよ、このね、あのリクエストもらって。おそらくね、リクエストされなかったらね、名田早々は歌ってないと思う。リクエストもらってね、あそうかとね、この曲があったかと、思いましたからね、本当にありがたかったですね。ありがとうございます、本当にね。それでは、名田早々ね、本当にね苦労しましたけども、それでは、名田早々をね、歌ってみたいと思います。あの笑顔、思い出
恋しくて君への想いなだそうそう、会いたくて会いたくて君への想いなだそうそう。はい、それではまた、次回、動画でお会いいたしましょう。それでは、お別れ。